はい、こんにちは、カズボです。トルネコの大冒険3続きやっていきたいと思います。実はね、ここまで撮ったんだけど、動画がね、撮れてなくてね。それでこのコスタリベラって場所まで来てね、ちょっと回ったんだけどね、ダンジョン攻略してきたんですよ。ってことは何ができんのって話なんですけど、これね、まあ武器が鍛えられるんですけどね、大成功みたいなのってさ、プラス3ぐらい上がるときあるんですよ。それでね、これ何なのって話なんですけど、まあプラス値がだんだん上がってくるんです。それでもう一回話すと、まあ疲れちまって鍛えることができそうにないぜということで、まあ一回ダンジョン入って出てくればね、まあ鍛えられるんですけど、まあ2000ゴールドかかるっていう、まあそういう話でございます。それでまあ今あと6000ゴールドあるんで3回鍛えられるんですよ。倉庫に入れる。それで、これ一回全部入れちゃいます。はい、そしてね、この先なんですけど、今ね、全部アイテム預けたんですよ。そうするとまあ、当然のとことかアイテム持てなくて、このさ、外にさ、こう、いきなり出現するダンジョンあったじゃないですか。でね、2回目入ると、この92って書いてあって、ね、まあこんな感じで、まあ謎解きみたいな感じでね。まあ、多分これでいいんでしょうけど、まあ、こうやってクリアすると1回ダンジョン攻略したことになって、まあ鍛えられるんだけどでまあ鍛えたいものをね、まあ、出せばいいかな。だから6000ゴールドあるんであと3回できるじゃん。これをやってたらね、取れてなかったっていうね、とんでもねえ話なんだけど。はい、一時しのぎの杖、これがね、モンスターを階段近くにワープさせて金縛りにすることができるぞ、ね、まあこれ跳ね返って自分に触れってことで、で攻撃食らって起きてあとは攻略みたいなあ、預けとかないとなくなっちゃうよね。あとはラウンドシールドとか鍛えればいいかな。かなりダメージ受けるもんね。だからとりあえずあと2000ゴールドあるんで、まあそれだけやっちゃいますね。お、入るにあれだ。ん、吹き飛ばしの杖。場所外の杖。まあまあこういうことですよね。まあこんな感じで謎解きやっていけばね、まあ一回ダンジョン攻略したことになってね、強くなるんで。あとはね、アイテムを取り出して、まあ、攻略すればいいかな。
はい、とりあえずね、アイテムをまあやったんですけど、まあここら辺で、ね、ちょっと情報収集してなかったんで。ここ全部取ったんですけどね。なんじゃお客さんかい？どうもここ数日悪い夢を見ての。人は世の中が平和の時にこそかえって不安を感じるものなんじゃろうか。あとは、あとこっちか。グレートバレイナ王の使いで、アルシナを探しに来たんだが、どうやらここには売ってないようだな。ね。おやつまだかな？お、50ゴールド。ねえ、僕だよ。今帰ってよ。起きてくれよ。むにゃむにゃ。また外れなの？悔しい。グーグー。何の夢見てんだろうね。はい、小さなメダル。ゴロ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 。なんだよ、今いいところなんだから邪魔すんだよな。はい。そうか、分かってくれたらあっち行ってくれ。いいえ。ああ、もううるさいな。分かったよ。これあげるからあっち行ってくれよ。ね。はい、小さなメダル。もう回収回収ね。いいだろう、マリンちゃん。ちょっとだけだからさ。何のこと言ってんだろうね。はい、モンスター闘技場へようこそ。遊びの殿堂でゆっくり楽しんでいってね。はい、ここがね、コイン交換ね。スパークソードとかね、あのミスった時に攻撃が上がるんだけど、空振りしたらね、まあ、次会心の一撃が出るぞみたいな、ね、ゴールドウィップが、まあお金が出やすくなるとかね。ブレッドハンド、まあこれはあのパンが出やすくなる。で、ねぎりの指輪、まあねぎれるとかね、まあいろいろあるんですけどね。はい、コイン売り場です。お金が1枚20、10枚200、100枚2000だ。91か。で、ここにさ、はい、勝負の殿堂、戦いの園、モンスター闘技場へよく来たな。熱い勝負やっていくかい？ね、勝負する。こんなんでスライムエンペラーとか何枚かけるんだ。30枚。まあこんなことができるよ。こんなんあったっけ。でも、まあいるんだろうね。まだ出てきないけどね、こんなんね。完全回復しちゃったけどいいのかなこれ。終わんねえじゃん。右上に炭素あるね。あんた、あ、見事生き残ったぜ。あ、生き残ってればいいんだ。いや、いいでしょう。まあこんなのができるんだよね。まあレトロフリークだとちょっと得だよね。セーブして負けたらね、リセットみたいなね、そんなのができるかなと思いますけどね。お、宿屋。あら、お客様ごめんなさい。お料理はその人が全部食べちゃったの。すげえな。パンならありますけど、お持ちになりますか？はい、ではこれをお持ちください。ああ、そうだ。うん、うまい。この宿の食事はなかなかのものですな。お、薬草。まあちょっと情報収集っていうかね、持ってたお金が、プラスし上がったんで、で、その先まで行ったんだけどね、本当はね。うちの父ったら商売を大きくするとか言って旅に出ちゃったんです。
この店と宿をほったらかして全くしょうがない人だわ。まあ今回はあれだね、まあアイテムあさりとかさ、なんかいろいろあると思うんだけど、もしかしたら取り逃しとかあるかも。もしかしたらあなたもこの家と店を買いに来たんですか？買いたいんですか？なんたってプール付きだし商売やるにもいい場所ですしね。でもここは北の城の王様のもので、よほど信頼できる商人にしか売らないそうですよ。残念だな。はい、北のお城だって。まあ、行ってみようか。はい。こんにちは。グレートバレーナの城下町へようこそ。教会の外のお花を手入れも、私たちシスターの大切な仕事の一つですわ。綺麗なお花を眺めていると心が安らぎますものね。お、私見ちゃった。王子様がお城の前でお花畑で泣いてたの。ママの王子様が病気だからって泣くなんて男の子なのに育児なしだよね。お、私の夫は王様の使いで港町まで行っておりますの。私にできるのはただ夫のためにお祈りすること。探し物が見つかって早く帰れますように。教会へようこそ。はい、旅の無事をお祈りしてますわ。ということでこのセーブもできるんだけど、まだちょっとやりましょうね。お、宿や。まあ、たまに信じられねえバグり方してるからさ。そこの人、王様の知り合いだって言うから、お仕事、お仕事が欲しくて、紹介してほしくて、港町からついてきたのに。こんな嘘つきを、ああ、もう帰ろうかな。ズゴーズゴー、うん、バニーちゃん、パフパフパフ。ドラクエあるあるだ、パフパフだ。お、200ゴール。闘技場とかも面白そうだよね。あんな裏でやっちゃっていいかな。新しく鶏の世話係を雇ったんだけど、なんだか野蛮な匂いがするわ。大丈夫かしら。とうとうとう、なんだよ、鶏の世話の邪魔をしないでくれよ。俺はダグラスってんだが、店屋の親父にクビにされてよ。ここのご婦人に拾われたんだ。でも、いつかは店を任されて独り立ちするつもりだったから、その夢が捨てきれなくてさ。あんたもしは商売人かい？店は持ってるのか？もし店員を探すときは声かけてくれよな。だそうです。フリーズした。はい、コケコケコケ。オリハルコンとか怒ってねえかな。コケコケ。ね、こういうとこあったら笑えるよ。あとはここだね。まあフリーズしたらちょっとそこからやりますね。しょうがねえ、そればっかり。ね、あなた旅の人でしょ？コスタリベラの地下にあるモンスター闘技場に行ったことある？はい。あ、きっと楽しいところなんでしょうね。行ってみたいな。王子様ってすごい美人なんだぜ。王様が夢中になるのも無理ないよ。うん。この前の船旅から戻ってすぐ王子様が欲しがっておられた銀細工の鏡をお届けしたんです。そしたらなぜか王子様の具合が悪くなって、僕何か悪いことをしたんでしょうか？と、ほほ。あなたも何か困っていそうな顔をしてるけど大丈夫ですかい？そんな時はこいつをグイッとやるのが一番でさ。いらっしゃいませ。ゆっくりしていってね。もう薬草。なんか やっぱ動きまくるとこってバグるよな。お、小さめだ。バグるっていうかフリーズすんだけど、これフリーズ対策ないんかね。そういえば昔港町で何でも病気を治す占いのばあさんの噂を聞いたことがあるぜ。でもあまり変わり者で港うまくやっていけないんで町を出ていったとか。いや、参りましたよ。いつもなら旅で仕入れた品を王様が高く買ってくださるのに、王子様のご病気を治す薬なんてさすがに持ってないしな。さて回ろうか。南の港町コスタリベラに船が帰ってきたんだってな。今頃港は、出店で賑わってんだろうよ。もうちょっと情報収集だな。うちの息子はおじいさんの後を継いで鍛冶屋になるのを嫌がってね。立派な学者になるってお城に勤めたのに結局辞めてしまって何を考えてるんだか。ふん、悪いがわしは気分が乗った時にしか仕事をしないんじゃよ。今は城がざわついておって気が散ってたまらん。また今度来るがえ。また今度来た時は何かやってくれんかね。はい、道具屋です。お、なんかってね、ボンバーキラー。ボンバーキラー。装備すると攻撃力が上がるぞ。爆弾系のモンスター。だから、キラースターとか爆弾岩とかにダメージ与えられるってことだよね。わしは長いことお城にお仕えしてきたもんじゃが、あれほど王妃様を一途に愛する王様はどこの国にもおらんじゃろうって。ちょっととりあえずフリーズしたらやだからセーブしながら行くわ。ね、お城の王子様なんて大嫌いだよ。僕の犬のマイキーのことバカにするんだもん。育児なしだって。犬のマイキー。無敵のマイキーくんじゃないんだ、ね。
ワンワンくんくん。私の可愛いミーコやどこに行ったのかしらしね。あなた、どなたか知りませんが、もしミーコを見つけてくださったらお礼をいたしますわ、ミーコ。お城に行くんですか？旅の人だから知らないでしょうけど、今行っても入れませんよ。何でも王妃様が病気で大変だとか。なるほど。ふう、お掃除で疲れるわ。王妃様だったらきっとお掃除なんてしなくていいのよね。羨ましいな。お、いろんなものがある。王様もしょうがないお方だよ。王妃様に何かあるたびに兵士たちに無理を言って困らせるんだから。あなたも関わり合いにはならない方が身のためだよ。王妃様がご病気だなんてお気の毒いね。とってもお優しくて綺麗な方なのに。これかな。ふにゃーん。どうやら井戸に落ちて出られなくなってしまったら助けてあげますか。ほい。にゃんにゃんにゃん、ミーコ。よっしゃ。あなたはきっと私の可愛いミーコを助けてくださった方ですね。はい。ありがとうございました。お礼にこれを差し上げましょう。亡くなったおじいさんが集めていた珍しいメダルですわ。さあどうぞ。お、小さなメダル。ね。大切な家族だね。猫もね。さて、次行きます。また来てしまった。いくら思っても王妃様はもう手の届かないお方。私はサムソン。叶わない夢を見るのが辛くて、お城の学者を辞めた情けない男です。申し訳ありませんが、ただいま、どなたもお城に入れるなとの王様のご命令です。コスタリベラの港町へ出かけられた兵士長がお戻りになるまで今しばらくお待ちください。だそうです。もう行けってこれ。グレートバレーナ王の使いであるしなおさん。この人はね。そういえばお主も見たところ商人ではないのか。しかも旅慣れているそうだが。いや、実は若返りの薬を探しているんだ。どっか手に入る場所を知ってるかね。知らないけど、範囲しよう。しかし、鳥猫はこれといってそんな場所を知らなかった。なんと冗談か、お主も人が悪いぞ。多分そんな薬がないことは私もわかっているのだが、王様にお伝えするのが辛くてな。うむ、これも何かの縁だろう。お主から王様に伝えしてくれぬか。お主のような商人が言えば王様も諦めなさるかもしれん。よろしく頼んだぞ。兵士も大変だよね。板挟みっていうかね。ここコスタリベラじゃん。この上だね。どこでもルーラー使いからいいよね。なんでトルネコがルーラー使えるのか知らないけど。いや、待て。入ったら、今は入らない。ちょっとフリーズしたら嫌なんで。セーブしますけど。さっきフリーズしたところも前ぐらいまではセーブしてあったけどね。たまにカクカクしておかしくなってんね。ね。コスタリベラに行かれた兵士長殿のご伝言を王様に伝えに。おう、そうですか。では、失礼しはしました。さあさあどうぞお入りください。行こうか。門番が大扉を開けたんですか？王様は玉座の間におわしますが、今はあまり近づかれない方が身のためですよ。身のため。グレートバレーナ城へようこそ。外の世界はあんなに明るくすがすがしい。若返りの薬なんていくら過去の書物を調べても作り方も何もわからずじまいでしてね。私は王様からすっかり役立たずだと思われてしまいましたよ。前にここを辞めてしまった学者仲間のように私も辞めておけばよかったんです。入り口にいたよ。うわや。何度まだまだ取りゃ。ドラクエあるある階段の裏に守るか。王子様が伏せておられますので、食卓も王子様お一人寂しいですわね。これ王子か。こんなまずい料理、僕の犬のルドルフだって食べないよ。なんだよあんた、見かけない顔だね。このまずい料理だったらやるよ。ふん。王子あるあるの。わがまま王子なんかどうなんかわかんないけど。うわんわん、ガウガウ。ルドルフって。おばあちゃん、ご飯まだ。多分あれ、ドーベルマンかなんかな。きっとね。結構あんね、小さめだね。だこういうとこも大事ですよね。ちゃんと食事をしなきゃ誰だって病気になっちまうよ。あんたは元気そうだね。トルネコさん元気だね。王妃様のお好きな野菜スープを作ってみたけど、多分今日も召し上がらないんだろうな。それで誰かが飲むっていうね。ここはお城の、お城の宝物庫、宝庫だ。王の許可がなければここを開けるわけにはいかん。宝物庫じゃない、宝庫っていう。宝庫だ、宝庫か。
まあ私が王妃様じゃないかですって。いいえ。あら、私の肘返しかしら。ほほほ。それにしても王妃様のお体が心配ですわね。年を取っていくのを恐れるって女性なら誰しもあることだけど、お美しい方なだけになおさらね。まあ、美しいものは儚いって言うからね。王妃のご病気は、体ではなくて心の病気じゃよ。あれほど王に愛され、城の皆からも慕われ、一体何の不満があろうか。王はちと王妃を甘やかしすぎじゃの。まあそうだね。特別なのにね。だから当たり前のものが当たり前じゃなくなった時に気づいたりするんじゃないの。はい。この度は王のことで皆に心配をかけて大変申し訳ない。我々王にお仕えする者も皆困っておるのだが、王があれほど王妃様を大事になさるのも無理ないことなのじゃよ。何しろ前の王妃を若くして気の毒な病気で亡くされての。前の王妃。実を申すと、王子は前の王妃の忘れがたみなんじゃよ。おっと、これは口が過ぎたようじゃね。だから前妻と、まあ後のね、妻って書いてね。まあその方なんでしょうね。まあ複雑な事情もあるんでしょうね。し、お静かに王様は今お祈りをしておられるんです。こくりこくり。だから、ドラクエ5のさ、ヘンリーとデールそうだったじゃん。なんかそんな感じだと思うんだけど、まあデールがいないっていうのだと思うんだけど。ここは兵士長殿の控え室です。でも今は出張されていてお留守ですわ。私今は大切なことをお祈りしているところなんだが、それでも私に何か用かな。はい。お、ではよほど重要な話なのであろうな。うん、なんだと。兵士長からの伝言。それならなぜ兵士長自ら私のところへ来ないのだ。まさか悪い話なのでは。なかろうな。それでは兵士長が私に伝えるのを逃げたというのか。いいえ。えい、かばっても無駄じゃ。まったく何ということだ。一国の兵士長ともあろうものだ。しかも、そなたもおめおめとそんな話を私のところに持ってくるとは何事じゃ。おい、兵士たち、城には誰も入れるなと命じておったであろう。さっさとこの男を下がらせぬか。はい。ちょっと待ちなよ。お、王子。父上、いい加減にしねえよ。かっこ悪すぎるよ。そんなに皆を困らせてどうするのさ。父上がそんなんじゃ。母上の病気も治らないだろう。何を生意気な。ふむ、そうか、そうだな。いや、お客人よ、すまなかった。そなたに当たることはなかったようだ。兵士たちよ、そのお客人を話してあげなさい。はい。ね、ということで、もしやろうか。先ほどは取り乱して失礼した。私がこの国の王者、そなたは、そうか、トルネコと申すか。どうやら、ただ兵士長の伝言を伝えに来たわけではあるまい。何か困ったことでもあるのか。なんと、そなたの息子が、それは困ったの。いや、待てよ。これはもしかすると、王妃の病気とともに解決できるかもしれん。トルネコ殿、そなたは遥か南のなんとかという島から来られたんなら、北の山脈をも越えられるやもしれん。北の山脈だって。危険だったので、誰も入られぬよう命じてあったんじゃが。この北にそびえる山脈の洞窟を越えられれば、その向こうに住む占い師に会えるはずじゃ。とんでもない年寄りだから、まだ生きている保証はないが、生きてみる価値はあるの？行ってみる価値あるの？生きてみる価値で。私が子供の頃聞いた話では、そのばあさんならどんな薬も作り出せるというのだ。どうだね。私の王妃とそなたの息子のため、その脈を超える気あるかね。はい。でもそうか、そなたならきっとやり遂げるであろう。頼んだぞ。おじさんも人がいいよね。それとも何か事情があって父上に会いに来たわけ？まあ、どっちにしても僕には関係ないけど、とりあえずさっきのことでおじさんは僕に借りができたよね。もうなんだ。今王妃様が休んでおられるんです。どうかそっとしておいてくださいまし。あ、王妃様どうなされました？私の顔にシワが。王妃様がうなされておかわいそうに。まあかわいそうだけどね、シワは誰でもできる。シワの数だけね、やっぱ人生経験は積んでるかもしれないけどね。はい、ということで今回断りたいと思います。まあダンジョンっていうダンジョンはなかったんだけど、まあ、謎解きダンジョンみたいなのがあったよね。それで、実を言うと、まあ、ここまでは撮ってなかったけど、この途中ぐらいまで撮ってね、なんかね、何、編集するときバグってね、なんかフリーズしたりするのよ、そっち側でも。だから、もう一回実は撮ったんだけどね、まあ、これが撮れてることを祈りましょう。動画が出てるってことは撮れてたってことなんでね。はい、よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。